皆さんおはようございます、ショーです。ということで、まあいっぱいアプリあるんですけど、こんなのに新しいアプリこんなのにあって、まあ、ついにポケモン GO が、日本でリリースされました。よし、まだ触ってないんですよ。触ってなくて、まあチュートリアルをね、ちょっと皆さんとやっていこうかなと思って、家でやれるのがチュートリアルぐらいなんですよね。をキャプチャできるのが、あとはもう全部自家撮りでやるしかないので、まあちょっと行きましょう。ポケモン GO 行ってみましょう。うわー、もう超楽しみだった。もう本当にもうずっと、去年からずっと楽しみにしてたんで、僕は本当に。おー、来た、生年月日、はい、まあいいよ、入れまーす。僕は9月22日なんでね、誕生日はもうこの辺の情報はね、別に明かしたところでって感じだよね。送信。で、ここなんですけど、皆さん、気をつけなきゃいけないのは、いつも使ってる Google ID も使わないでください。使うとしたら新しい Google ID 作るか、このポケモントレーナークラブっていうのに、やってくださいっていうのも、自分の、個人情報バレちゃうんで、そういう意味で新しいの作ったやつで、僕は事前にポケモントレーナークラブっていうの作ってきたんで、これを使います。OK! 来ました。ということで、次は、ポケモン GO は通知を送信します。OK! 通知 OK よ。周りを見よく見て常に注意しながらプレイしてください。OK! OK! で、利用規約同意します。もちろん。よかった。ちょっと焦ってたんですよ。公式リリースがアナウンスされる前にダウンロードしちゃったんで、待ちきれなくて。偽物かなと思ったんですけど、ナイアンティックさんって書いてあったから、まあ大丈夫だろうと思ってダウンロードしましたね。はい、ウィロー博士、はい、この不思議な、あれ大木田博士の若い頃、なんか多分水溜りボンドさんと同じこと言ってはい、不思議な生き物が住んでるのは知っているのかな。はい、ポケモンたちはあちこちにいて、走るもの、空を飛ぶもの、山や森へ、水辺に住むもの、私は彼らの、生態と分布について研究をしているんだ。君は私の研究を手伝ってくれないか。ありがとう、ニャースの手も借りたいところだと。猫の手ね、これわかんのかな、世界中の人、このことわざね。君には世界中の探検し、ポケモンを使えて報告してほしい。なぜ、どんなスタイルで出かけるかな。これキャラクターメイクですね。まあもちろん僕は男なので、で、まあここでちょっとキャラメイクします。はい、ということで僕はね、ちょっとレッド意識して作ったんですけど、いないねいないね、なかなか。じゃあ行きましょう。これで OK。 はい、これでいいですか。はい、 OK です。ポケモン GO はカメラへのアクセスを求めています。 OK、 いいですよ。はい、近くにポケモンがいるぞ。早速も、お、めっちゃブルブル言ってる、めっちゃバイブしてる。イピー捕まえてくれ。お、おー、すげーすげー、なんかいるのだけでもすごい。でね、これね、最初のこの3匹もいるんですけど、ちょっと歩くとピカチュウもいるんですよね。ただ僕は人影です。僕は僕赤版やってた頃、赤緑版出たじゃないですか、最初のポケモン。僕は人影でスタートしたんで、人影で使ってみよう。うわー、人影の鳴き声だ、すげえ。現実世界に背景に設置しましょう。使いましょう AR ボタンからやってみよう。行こう行こう行こう、やってみよう。よっ、おー、パソコンの中おる。いけ、モンスターボール。あれ、モンスターボール、あれ、どうやって投げんの。ちょっと待って、投げ方こういうことね。ん、投げらんないんだけど投げらんねえんだけど。あ、こう、あ、なるほど、こういうことね。2斜めにいった、さすがコントロールのなさ。さ、ワンバウンドダメね。もう当たんねえんだけど、これ当たんねえ。よし、当たった、やった、よし、いけ、モンスターボール。1、2、3、イエーイ、ゲット。いや、まあゲット絶対できるの分かってても、やっぱ嬉しいね。イエーイ、新しいポケモンゲット、新しいトータル、新しい、あ、かわいい、人影がかわいい。もうね、あのね、アニメのね、なんだろう、人影ゲットする、あのサトシが人影ゲットするあの話、もう未だに感動できる。好き、大好き、人影。うん、まあ、ということで、あ、おめでとう、初めてのポケモン捕まえたようだね。君はトレーナーの才能がある。君のことなんて呼べばいい。
まあ正直これはね、でもこれも皆さんに言っとくと、絶対ハンドルネームを使ってください、間違いなく。まあ僕がね、もうハンドルネーム自分の下の名前使っちゃってるから、もう正直しょうがないし、あと実況もしちゃうからしょうがないんですけど、はい。あ、アルファベットと数字しか使えません、マジか。見しろでいきます、見しろで。これバレるけどね、絶対俺がプロデューサーでだってることは。同じポケモン GO とデルスやってるってか、デルマス、アイマス好きね。しょうがない、もうしょうがない。はい、いいニックネームだね、よろしく。探索中モンスターボールや他の道具が必要になると思うが、世界中のラ、記念碑やランドマーク、そう、駅とか、日本だと駅とか、まああと東京タワーだったりだとか、そのお寺とか、東京都とかだったらとかに、こういうランドマークがあるので、このポケストップで、取って、ゲットして、モンスターボールであったりだとか、道具、卵とかもあるらしいので、そこでゲットしていってくださいって感じですかね。いろいろ尋ねてみたい。これから地球のあらゆる場所を探検し、ポケモン捕まえてポケモン図鑑に記録していたじゃん。さあ、ポケモン図鑑の探す旅へ GO! 現実世界を歩くことで、画面の中でトレーナーも一歩動き出す。はい、ということで、僕の、あー、これね、待って、いろいろあんな。ちょっと待って、めっちゃ、ちょっと待って。やばっ、まあ、これでまだ僕がどこに住んでるか多分わかんないと思うんですけど、まだわかんないから、まあ、とりあえず出すけど、こう。住んでる場所がバレるのは嫌なんですけど、やっぱ日本って栄えてますね。これでね、押しちゃうと場所バレちゃうんで、このね、真ん中のこれとかね、押しちゃうと場所バレちゃうんで押さないんですけど、ちょっとじゃあこっから僕は、まあ、ここの動画はここまでにして、あとはちょっと僕はちょっと家の周りというか、ちょっと遠出して探検しに行っていきたいなというふうに思います。では、以上が今回のポケモン GO の、動画でございました。いや、超楽しみ。マジで。もう実況するのもすごい楽しみです。プレイするのもすごい楽しみです。ということで、はい。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。